こんにちは、ギター教室講師の広島です。今回は、ジム・ヘンドリックスの Changes、こちらのイントロの和の入ったパターンですね、こういうギターの、弾き方を解説していきたいと思います。なおギターはですね、半音下げチューニングとなっております。それではですね、まず最初に、いきなり和、まで入ると大変なので、まず左手と右手だけ、解説していきます。最初のパターンですが、4弦の12フレット人差し指、そして14フレットに薬指、これを待機しておいて、このように弾きます。これは、本来ですね、3連のタタタタというものに対して奏者コンプのっていうのが入ると考えてください、はい、そして次にこれはですね、ついエダのタイミングで3弦12フレット、そして4弦14フレット、そして4弦12フレット、これを、1エダ2エダ、そして33A のタイミングで5弦の15フレット、そしてここはですね小指です。で、次は12フレットは人差し指、まあ、小指ではなくても薬指でもいいんですが、僕は小指でやります。そして次ですが16分のタイミングで、このタータターのところは3弦の14フレット、チョーキングアップした状態から下げて12フレットに戻って4弦の14フレット16分ですね。フォーインエタフォーインエタ、これが最初の流れで、ワウなしでやるとというふうになります。これが最初のパターン。そして次ですが、こうですが、最初にまず装飾なしになると5弦の14フレット薬指、そして5弦の12フレット人差し指がタタタン、これに対して、奏者コンプ、音符あのリズムに入らない感じでタララタラ、このようにやります。そしてここは、4弦と3弦の12フレット、5弦の14フレット、5弦の12フレット、そして6弦の15薬、小指、そして6弦の12フレット人差し指、そして最後は2弦の15フレットをチョーキングで、これで、フレーズが完成します。ワウなしでゆっくりやると3、4、というフレーズです。これにワウですが、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、このように踏むと、
風になります。少しずつテンポ上げていくと、トゥーン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 、最後のここも、面白い音ですね。ゆっくりクイーンと上げてあげると、いい感じになると思います。ワウが入ったパターン、いろいろあると思うんですけれども、非常にこのファンキーなパターンを作れますので、どんどん挑戦してみてください。